はいっせー、どうも皆さんこんにちは、ゆっかです。それではスーパーマリオメーカーやっていきましょう。それではまずはこのコース、みたいな感じのやつ。この顔文字ってどこで使うの？よーし、やっていきましょう。待って、これは危ねえ。今の反射神経なかなか良かったと自分で自分を褒めてあげたい。すごいよ、俺。これなんだこれ、待って。これ、やばい、ちょっと待って、間に合って。よしよし。やばい、押されてる。大丈夫これ間に合う？間に合って。危ねえ、すごい、すげえ、くそ。問題はこの辺から。よし、オッケー、切った余裕。やったぜ。それでは次のコースやっていきましょう。もう次のコースちゃんと実況するからね。プレイングキャッスルズ。オッケー、読めた。天才。なにこれ、カロンなんかで俺は倒せません。うわ、危ない。死ぬかと思った、今。見た、みんな。死にかけてよ、俺。よし、やっていきましょう。これは普通に進んでいけばいいのかな。よし。あ、で、キノコを取る。ありがとうございます。二本目のキノコいただき。最悪だよ。もうバチ当たったよ。もう、どうしようかな。これ普通に進んでいけばいいのかな。緑のツタに隠れて、亀が見にくくなってるみたいな感じかな。全然見えるけどね。よし、やっていきましょう。これはバブルが、大丈夫。オッケー。バブルが大丈夫。オッケーって、もう実況できてないからね。実況ってそもそも何なんだろうね。なんか、よくわかんなくなってきた、俺、最近。度数が落ちてきます。スピンします。亀を踏みます。亀の甲羅投げます。こんな実況者やだな。よーし。大元気！オッケー。よし。まあ、俺、規制派してるだけだと思うんだよね、そう。俺の実況は実況と呼べるのかっていう話なんだよね。よし。ワンワン嫌いなんだよな。あの隙間を抜けていく。オッケー、完璧。よし。で、土管に入ってからだよね。これなんだろう。あ、上から太い棒が落ちてくるわけですね。言い方に悪意がある。よいしょ、こう、オッケー、上を飛び越えて、特にこれは怖いことないね。オッケー。あ、これもここちょっと怖いな。危ない、あれ危ないな。え、これいける？いけた！危ねえ！隙間が狭い。いやー、お、中間ありがとうございます。いや、待って、これ、やっちゃいけないやつだよね。危ない。お、今のスピンしてたらさ、床抜けてたからね。オッケー。やばい。やめて。オッケー。なんだ？俺、このまま、あ、いいね。これを持って走れば、一回敵に当たっても平気だからね。ほら、危なかった、今みたいな感じ。よし。いやー、食らっちゃった。下手くそかよ、マジで俺。よし、入ります。次は危ない、あれ危ないでしょ普通に。よし、上から太い棒が落ちてくるから、ほら、横を通り過ぎると。よし、いいぞ、実況できてる気がする。なんだお前、炎なんか吐いて。どうしたんだよ。大丈夫この実況、なんか今日おかしいよね俺。よし、でキノコ取ります。うわーく、やばい、キノコ取りたい。キノコ絶対取るからな。マジバカ野郎。オッケー、今回はちゃんとキノコ取れたからね。で、こっち行くじゃん。で、なんだあいつ。オッケー、今のタイミング。このタイミングですね。完璧なタイミングです。よし。トゥーン。これなんだ？あ、押しつぶされないように、上に上がったタイミングで行けってことだね。オッケー。今です。完璧。オッケー。で、これもスピンで、とりあえず耐えしのいで、これも、だよね。え、ま、ちょ、待って。え、ちょ、え、どうすればいいんだ、あれ。いやー、大丈夫。落ち着いて。オッケー。落ち着け。うわー、最悪ね。もうさ、ハンマーブロスってもうこれ、運ゲーじゃない？もう。仕方した方がいい？今です。バッ！よし、でかい状態できたからな、マジで。もう一回はね、食らうわ。いや、もうしょうがない。オッケー。ご了承。よーし、もうゴールでいいんじゃない？そろそろ。まだ中間だと。なるほど。これ乗っていけばいいのかな？はい。大丈夫これ。大丈夫。痛い。よし、ご了承のゆっか。どうすればいいの？どういうこと？これ、ここで、折り返すタイミングでこうか。なるほど。うわぁ、むずい。オッケー。キノコ取りたいんだけど、取れなかったよ。まずいよ、これ。大丈夫だ。オッケー。俺は、ぷくぷくが飛んでたよ、今。よし。
今じゃない。おぶれ、おぶれ、おい、すごいすごいすごい。自分で自分のあのまぐれの、ちょ待って、そうちょっと待って。しゃあ、またキノコは取れなかったけど、もう絶対負けないからーん。危ない、オッケーオッケーオッケー。避けますよ。大丈夫。これは、このタイミング完璧。ありがとうございます。オッケーオッケー、完璧に避けたぜ。だけど、跳ねるの扉って感じだね。オッケーオッケーオッケー。いやー。うわ、おー、お前、そうです。変化球すぎる、お前、その動きは。あっぶれ。いやー、今のは、よく知らなかったね。いやー、いいぞ。完璧に避けて、次出てきた瞬間に踏む。オッケー、来たー。もう、中間か、ゴールであってほしい。中間ないんだ、マジか。マジか。これ取ったら間に合わないだから、そういう落ちないよね。そういう落ちないよね。あぶねー。あぶねー。はい、ゴール。美味しい。ありがとうございます。よし、じゃあ次のコースやっていくか。見てこれ、みんな。初投稿です。月1回は更新していきます。って、これ、ジャスティン・ビーバーのコースなんだよね。リスナーさんからね、ジャスティンがね、コース作ってたんで、やってみてくださいって来たんだけど、作られたのが2016年っていうね、だいぶ前だよ。で、さらにこの人ね、投稿したコースがね、1個しかないっていう。月1回更新できてないからね。よし、じゃあ早速やっていきましょう。じゃあやっていこう。顔が似てねえ。やばいだろ、これ。怒られるよ、マジで。ファンの人に。よーし。まあ、これ結構ね、難しい。いや、俺が悪いな、これ。まあでもね、クリア率が 5% ぐらいだったんで、足場がやべえ。大丈夫か？オッケーオッケー。こうやってジャンプして、くるりんだね。はいはいはい。なにこれ、おー、危ねえ。バネで、遊ばねえつって遊ばねえわ、バカ。オッケー。こんな感じかな？じゃ簡単じゃねえか、ジャスティン。はい、というわけで、ここまで見てくれてありがとうございました。いやー、これ、録画データ的にもしかしたら10分全然ないかもしんない。短い動画になってたらごめんなさい。いや、これ多分なってるな。ごめんなさい。あ、そうそう、最近ね、スプラトゥーンにも結構ハマってて、近々ね、実況あげたいなって思ってます。はい、そんな感じで、この動画気に入ってくれた方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録ボタンをね、ポチッと押しといてくれたら嬉しいです。めっちゃ励みになるんでね、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また明日な。